宮城県仙台市、人口100万人を有する東北最大の町にある問題を抱えたお宅がありました。木村家、この家が抱える問題、それは当初何人ぐらいと考えてたんですか？2人ぐらいはなんか思ってたんですけども、うん、まさかという感じで、まさかでしたね。なんかびっくりでしたね。もう転用バーで転用バー。木村家は1階に両親、2階に娘家族が暮らす築12年の家。まだそれほど古びたところは見当たりません。はい、お弁当できました。はい。結婚5年目にして待望の子宝を授かった木村さん夫婦。それから8年が経ち、すくすくと育った子供はというと、はい、時間、おはよう、時間です。おはよう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 、こうちゃん。おはよう。おはよし。なんと元気な男の子が3人。夫婦が思いもしなかった三つ子の兄弟でした。3人は去年小学校に入学。日に日にわんぱくさを増し、お母さんも手を焼くほど。家の中はいつでも大騒ぎ。トイレ、毎朝トイレに行くのも競争です。競争に負けた三男修也くん、裸足で玄関を飛び出し、なぜかお隣へ。しかし無断でトイレを借りに入ったわけではありません。外階段を上がったこの2階はもともと2世帯が入る賃貸アパートでした。今は木村さん一家5人がその両方を使って生活しているのですが、部屋が中でつながっていないせいで、いちいち一度外に出ないと行き来できないのです。しかもトイレ以外にお風呂や玄関、台所と全て2つずつあるのですが、どれも狭くて小さな単身者用サイズ。子供たちの成長とともに使い勝手の悪さは増すばかり。こんな不便な間取りを改め、親子5人のびのびと暮らせる家に。そんな切なる願いを受け、またあの男が立ち上がりました。リフォームの匠、本間孝文。かつて本間は築150年、江戸時代から続く老朽化の激しい古民家を大改造。東北の寒冷地で隙間風に悩まされていた家族に温かな暮らしを届けました。階段を上り下りすると換気扇が止まる。暗くて寒い台所は奥さんが営む託児所に。子供たちを安心して預かることのできる明るくぬくもりある空間へと生まれ変わりました。様々なアイデアで住まいに安らぎを生む彼を、人は安住空間の探求者と呼びます。今回挑むのはアパート作りのせいで不自由が生じた家。三つ子を育てる夫婦の不安を解消することはできるのでしょうか。こんにちは。こんにちは。初めまして。どうも、本間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木村です。こんにちは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 。今何年生？1年生。1年生。これからまだまだ大変です。そうですね。同じ自転車とか。そう、何でも3つずつ買わないと、やはり喧嘩になりますので。今はまだ小さいからいいんですけど、これがまた大きな自転車になれば、もう置く場所がもう。場所取りますよね。場所は取りますね。はい。あ、外階段なんですね。そうですね。
屋根もないし雨の日とか大変じゃないですか。ちょっと大変ですね。2部屋あるわけですね。そうですね、2部屋あるんですけど実際生活はこちらだけで。狭いですね。そうなんです。靴も3つずつなのでスペースもアパートサイズですけど、す玄関収納狭くないですか。そうですね、ここはもう私と置かないのでいっぱいいっぱい、それでも入りきれなくて上に箱で乗せてたりとかするので。あ、じゃあ隣にも靴を置いてる。あ、置いてるんです。子供の靴は向こうにあるので何回も行き来しなくてはならないので。やっぱね、かける3で増えていくんで占領されまくりですね。すごい勢いで増えそうですもんね、子供。そうですね。アパートだった2階の外廊下に面して玄関が2つある木村家。まずは 2DK の間取りの201号室から。綺麗にされてますね。そうですね、何でも3人なのでもうとにかくもう場所的に決めておかないともうすごいことになってしまうので置くところを決めておいてはいるんですね。いや、我が家の方がよほど散らかってますね。今はまだ子供たちが小さいので6畳に布団を4枚敷き詰め親子5人で寝ていますが、そろそろ限界。大人1人がやっと入れる小さなお風呂では兄弟3人を一緒に入れるのも一苦労。お湯に浸からせたまま頭を洗います。もう一つこちらにあるんですけど、なんかこちらちょっと見せたくないんですけど。何度的な和室なんですけども、やっぱ他の部屋を広くしたいがためにここにも物を押し込んでしまって、お客さん来るともうその戸も閉めますし見せないように極力してます。これ見てホッとしたっていうか。そういう空間って必要なんじゃないですかね。こう押し込んでおけるところ。そうですね。あとこちらが202号室になります。はい、電気メーターも2つあるし。そうなんですね。無駄ですね。でもこれ本当全然使ってない感じですね。もったいないですね。お風呂も使ってないんですね。使ってないですね。あ、綺麗ですね。もったいないですね。三つ子の家っていうのは私も今回初めてなので、靴にしても3つずつ、おもちゃも自転車も全て3つずつ、かける3っていうのが大きなキーワードになってくるんだろうなと思います、うん、もちろんずっとですね3人が一緒で行動も全て一緒ってことはありえないわけですから、柔軟にですね編成持たせて自由度の高い空間というのが必要なんじゃないかなと思いますけど。小学生になって物が増え、この先も全部3倍で増えていく三つ子の家。リフォームするなら今と夫婦が用意したのは750万円。安住空間の探求者本間の挑戦が再び始まります。佐藤さん、北野さん、こんばんは。こんばんは。今回予算少ないじゃないですか。はい、相当工夫すると思いますよ。アイディア必要ですよね。そうですね。ちょっと開けてみましょうか。はい、まあ、こんな感じなんですね。開けるとこっちの部屋は全然使ってないわけです。たまにお子さんがトイレに駆け込むんですね。あのトイレ2人入ってましたけど2人はどうやって中に入ってますか。でも子供3人育てるのは大変ですけど、いっぺんに育っちゃうのも楽しいですよね。いやー、でもやっぱりね。あれ娘さんいらっしゃいますよね。はい、先月2歳になったばかりですけど、ね、あと14年ぐらいするとね反抗期が来るんですよ。そうなんです。どのうちも反抗期きますからね。逆に、まあ、大人になるステップですからね。そうですね。それが3倍ですからね。今回ご依頼がありましたのは木村家。依頼者である奥さんのご両親が12年前1階を自宅、2階を賃貸アパートとして建てた木造2階建てのお宅です。もともと 1K の部屋を3つ作る予定でしたが、ちょうど娘の幸恵さんが結婚する時期と重なり、娘夫婦用にと2部屋をまとめて 2DK の部屋にしました。新婚当初は何の問題もなく暮らしていたのですが、8年前三つ子が生まれてからは事情が一変。子供たちが成長するにつれてどんどん手狭になり、4年前に隣の部屋が空いた後、人には貸さずそこも自分たちで使っているんですが、中でつながっていないせいで非常に不便。玄関も台所もお風呂もトイレも全て2つずつ
つあるのですが、単身者用のアパートサイズのためどれも小さくて窮屈なことこの上ありません。しかも三つ子の子育てはとんでもなく大変で、生まれてからというもの一回の両親の手助けなしではどうにもならず、特におばあちゃんは朝から晩まで日に何度も雨に濡れる外階段を行き来してくれています。今回リフォームに挑んだ匠は安住空間の探求者本間貴文さん。果たして匠はどのようなリフォームを施すんでしょうか。皆さんで推理してみてください。まあ単純にこの壁は抜きますよね。まあそれはそうですよね。そうですね、繋げたいですね、やっぱり。まあ一個にしますよね、はい、そうですね。ちょっとでも最初のインタビューの時から、うん、三つ子ちゃんのご両親もそうですし、ちょっとスポーティーな格好されてたんですよ、うん、だからそういうところに着眼するとなると、うん、僕は野球やってたんでちょっとノックができるような場所とか体を動かせるようなようなような、ちょっとそういうのが欲しいかなっていうのは。アスレチック的な場所がどっかにある。そこにお金かけちゃうと、うん、本当にここしようがなくなっちゃうんじゃないかなっていう。本当だよね。ちょっと結構お金かかる、ね、そうですね。アスレチックはやめときましょう。佐藤さんの意見として取っときましょう、はい、いいですか。気配が出るかもしれない。三つ子の兄弟も楽しみにしていた木村家のリフォーム初日。よろしくお願いします。今日は初めてのお引っ越し。2つある玄関から一斉に荷物が運び出されます。お母さん、三つ子ちゃんってそれぞれやっぱ違うんですよ。あ、全然違います。今日のさやはみんなのこと心配して、だからリーダーシップ的一応存在ですね、3人の中では。さやは、まあ、ちょっと女の子みたいな性格で本当なんか思いやりがあって、なんか私のお手伝いも結構してくれますし、しゅうやはね、あの子は結構物おじしないで度胸があって何でも一人でやっちゃうタイプですね、あの子は。1階で暮らす奥さんの両親がこの日も来てくれました。外階段の上り下りは大変でも、孫に会うのが何よりの楽しみ。やっぱでも可愛いですよ。あ、まあほら初めての孫だもんだから、それは可愛いのはもう最高ですけども、小さい時は本当に大変だったです。あ、大変だった、ね、そうです。生まれた時は3人とも体が小さく保育器に。無事退院できたものの、夜泣きするのも3人。娘夫婦だけでは手に負えまいと、お母さんが朝晩問わず子守に協力してくれました。ね、私と主人だけでは対応できないので、やっぱおばあちゃんおじいちゃんがいたからこそ、なんかここまでね、あの元気に3人育ててくれたので、すごくありがたいと思ってます。でもまず何人子供いても可愛いからね、はい。一時は健康も心配された三つ子たち、両親と祖父母の愛情を受け、たくましく育ちました。もともと単身者用アパートだったせいで、三つ子の成長につれ日に日に窮屈になっていた木村家から、家財道具が一つ残らず姿を消し、物置になっていた202号室も空っぽに。そして匠の指揮のもと、ついに解体が始まりました。しかしいつもの荒々しい解体とは違い、慎重に作業が進められます。201号室のキッチンを丁寧に取り外した後、使っていない202号室のキッチンも同様に。木村家が建てられたのは12年前。まだまだ使えそうなものがたくさんあります。750万円という限られた予算の中、使えるものはできる限り再利用しようと考えた匠。必要なものを回収し終えると、ようやく本格的な解体がスタート。その様子を見てびっくりした顔の三つ子たち。
こうちゃんどうですか、お部屋。ちょっと寂しい。ちょっと寂しい。けど、新しいお家になるからラッキー。ラッキー。新しい家を楽しみにしながら、兄弟で少しだけ作業をお手伝い。もう3人で入るのも限界だった小さなお風呂もお役御免となりました。こうして201号室の設備と間仕切りの壁が全て取り払われ、202号室も同じく何もないガラン堂の空間に。まずは木村家最大の障害となっていたこの場所から工事を始めます。いよいよ隣の部屋とつなぐわけですけど、これ自体が構造用のですね、耐力壁になっているんですね、はい、なのでむやみにですね、開けることできないんです。一応構造の再計算をした上で必要最小限の開口を開けるということですね。こうして家族の念願叶い、201号室と202号室がつながりました。すると今度はもともと201号室のお風呂があった場所にみんなを集め、匠が次の作業を指示。なんとその床を剥ごうというのです。そこから下に見えたのは1階のガレージでした。2階の床に穴を開けると、なぜか1階の両親宅へと入っていった本間。するとなんとその玄関を入ってすぐ目の前にある壁を壊し始めたではありませんか。本間さん、こちらの壁を解体されるんですか。ここにですね、内階段を作ろうと思っているんです。こちらに、はい、予算的には大丈夫ですか。かなり厳しいんですけど、ご家族のために何としても作ってあげたいと思ってます。木村家はもともと2階がアパートだったせいで外階段しかなく、行き来するのがいちいち面倒でした。そこで匠は2階を1つにつなぐだけでなく、1階の両親世帯とも内階段でつながる完全な2世帯住宅を目指したのです。しかし匠の構想はそれだけにとどまりません。なんと両親世帯のお風呂を壊し、浴槽を以前のものよりもずっと大きなものに取り替えたのです。もちろん1階のお風呂にまで手をつけたのには訳がありました。こちらが今度2世帯共用の玄関になります。はい。でこの玄関を上がるとですね、はい、すぐ正面にですね、2階に上がるための内階段を設けました。かつてはアパートの作りになってましたので、まあ、2階が2つに分断されているだけではなくて、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが暮らす1階とも分断されていたわけですね。三つ子ちゃんが生まれてから、まあ、ご家族は強く2世帯住宅を望まれるようになったんですが、はい、階段は外階段だけだったんですね。でおばあちゃんにとっても行き来するためにはいちいち靴を履いて外に出て、で雨の日とか雪の日は傘を差してですね、外階段を上り下りしなければいけなかったんですね。勾配もそれなりに急だし、まあ高齢者にとっては決して安全な階段ではないと、なので負担を軽減したいと思ったわけです。でこちらの階段は実はガレージがあったスペースで、階段を作るだけの余裕があった。さらにちょうど階段を上っていった先が2階のその浴室があった場所だったんですね。それで階段の隣にはかつてこちらにですね、おじいちゃんおばあちゃんの世帯の脱衣室でありその浴室があったわけですけど、1階もですね2階と同じように非常に狭い浴室だったので、今回は壁の位置をですね45センチほど手前に広げました。で広く
2世帯共用の浴室を1階に作りましたので2階の浴室はいらなくなる。そして2階のリビングダイニングがあった場所なんですけど、低予算でしかも間取りを大きく変えないで内階段を作るというのは非常に難しいんですね。今回は無駄になるスペースを有効に活用するということでこちらに内階段を設けました。で、玄関の脇に階段を設けたのは、夜遅くにお父さんがお仕事から帰ってきても、おじいちゃんおばあちゃんがお休みになっていても気兼ねなく出入りができる位置ということで、ご家族が一つ屋根の下というようなイメージで設計しております。限られた空間を無駄なく生かし、理想の二世帯住宅を追求する匠。こんにちは。お疲れ様です。すみません、例のキッチンはどこに？あ、はい、こっちです。家具工場に保管されていたのは見覚えのあるキッチンセットが2つ。本間さん、このキッチンは？これはもともと2階で使ってたキッチンなんですね。で、これが201のキッチン、奥が202のキッチン、はい、これまだ新しいので、予算も限られていることもあるので、これらを再利用しようと考えているんです。木村家にもともと2つあったキッチンを何かに再利用しようという匠。一体何に変えるつもりなのでしょうか。内階段作りましたね。しましたね。この予算の中で思い切りましたね。ですね。そうするとやっぱアスレチック難しい。やっぱそれは今後ですよね。最後に出るかもしれないですね。しませんからね。でも内階段を、はい、この、ね、車のところの横綱に作ったことによって、いやすごいです、ね、遅く帰っても2階上がれるし、おじいちゃんおばあちゃんたちもそこから上へ行けるしっていう。そうですね。お風呂も一つになって無駄がなくなって、掃除も大変ですからね。匠って我々だと想像できないですけど、うまいこと階段作るもんですね。そうですね。匠は解体の際に丁寧に取り外した201号室と202号室のキッチンを何かに再利用しようと作業を始めましたが、一体何に利用しようとしてるんでしょうか。皆さんで推理してみてください。だってキッチンはキッチンにしかならないじゃないですかね。はい、カウンターキッチンじゃないですか。そうだよね、アイランド型ね。やっぱり、うん、幅広の。まさかこれが何まさかのこれがアスレチックにバーゲンああなるほど。2階が内階段でつながった木村家。本間は職人を引き連れ、またもや1階の両親世帯へ。向かったのはダイニングキッチン。間仕切りの壁に小窓が開いた台所の中に全員が入ると、せーの、あろうことかいきなり1階の台所を壁ごと取り壊し始めたではありませんか。しかしそれだけでは終わりません。なんと天井まで。2階の床まで剥いで、畳4畳ほどの大きな口を開きました。そこに本間の待っていたものがトラックに乗せられて到着。届いたのは真新しい収納家具。しかし実はこれは家具工場で、はい、バラバラに分解した2階で使っていた流し台なんですけど、はい、表面がですね、もう11年も経っていて、はい、結構傷んでたので木目調のシートを貼って、化粧をし直したんです。物としてはまだまだ使えたので、表面にシート貼るだけで新しく再生されたんですね。見た目はまるで新品のように生まれ変わった201号室と202号室のキッチン。再生されたキャビネットを横一列に並べ、その上に新しい人造大理石の大きな天板を取り付けました。
もともとこちらに1階のですね流し台があったんですけど、はい、まあ、今回は内階段も設けましたので、はい、こちらに2世帯共用の大きな流し台を作ることにしたわけです。もともとの流し台というのは1メートル80センチぐらいで、はい、で今回75センチぐらいですね、広がっております。こんなに広がったんですね。でワークトップはこれ新しいものを買いましたけど、この下のキャビネットの部分は2階で使っていた201と202の2つの流し台を分解しまして組み合わせてますので、直線器も組み込むことができました。でさらに1階の NDK はですね、もともとそちらのですねリビングダイニングがどうしてもお隣が近いので日当たりが悪くて暗かった。でそれを解消するために吹き抜けを設けて2階から光を取り入れて、はい、まあ、明るくして流し台の正面も壁を取り払うことによって明かりと広がりを持たせようと考えたわけです、うん、その他にですねこの2階に三つ子ちゃんの勉強机を作りつけまして、はい、常に下にいるおじいちゃんやおばあちゃんと三つ子ちゃんと気配を感じ合いながら、また声をかけながらですね、うん、暮らしていただけるように配慮しています。その横だけじゃなくて縦方向にもですね、はい、つなぐことによって理想的な2世帯住宅を作る、そのためにはこの吹き抜けというのは重要な役割を持ってたわけです、うん、2階のキッチンは他にも再利用。かつて201号室の台所があった場所はお母さんが多目的に使える収納が充実した家事コーナーに、余ったシンクや釣り戸棚など残らず全て活用。さらにもう一つ余った202号室のシンクはよく玄関先でバーベキューをするという木村さん一家のために便利な屋外シンクとして広さに余裕のあるガレージの一角に設置。これで全部使い切りました。予算は750万円。知恵を絞って費用を抑えつつ予想外の規模でリフォームを進める匠。今度は角材を組んで何やら作り始めました。人の背丈以上もある格子状の柵のようなもの。それで四角い大きな木枠を組み立てます。しかしそれは一つだけでなくこんなにも。一体これは。我々今ちょっと今驚いちゃいましたね。開いたんですよね。あの吹き抜けで全然違うんですよ。全然違いますね。広さ感じますもんね。かなり。あそこ抜いてる時え何すんのって感じですもんね。一か八かですよね。いやでも巧みですから一か八かはないですね。いや外す時の気持ちとかは。いやそんな時ドキドキしてるのは巧みになれません。あそこ開けるったら開ける、ね、考えたら一個でいいんですもん。一つで、はい、大きいキッチン でまた外にああいう流しがあるの助かるんですよ。本当にちょっとアスレチックっぽさが出ましたね。でもねまあアウトドアですか。やっぱり私の睨んだ通りアウトドア派の家族だったんだなということは睨んだ通りっていうか、はい匠は家具工場で巨大な木枠の格子をいくつも作っていましたが、一体あれを何に利用しようとしてるんでしょうか。皆さんで推理してみてください。え、9個すごく大きいですよね。いや中に置かれたら邪魔だよね。分かった。え9個あるんで、3つずつ行き渡って1人3つですよ。子供が1人3つ使う、はい、大きな木枠が全部で9つ。トラック3台に乗せられ現場に届きました。こんな場所を取るものがどこでどんな役目を果たすのでしょうか。一つ外階段で2階へ運ばれていく大きな木枠。勝手口として残されたかつての201号室の小さな玄関からどうにかこうにか家の中へ。その行き先は壁を抜いてつなげられたかつての202号室。何もないワンルームの空間となった部屋の隅に置くと
7本ある柱の頭に掘られた四角い穴に金具をはめ、ゴムパッドを敷いていきます。そう、これは木枠を重ねるための仕組み。こうして大きな木枠が3段重ねに。ここがですね、かつては202号室があった場所で、これ14畳ぐらいのスペースあるわけですけど、これがですね、三つ子ちゃんの部屋になります。で、3人一緒にですね、オープンなスペースで育てたいというお父さんの教育方針を伺ってましたので、今回は何も作らずに14畳の大空間を作って可動式の家具を作りました。これはですね、SPF っていう 2×4 なんかで壁の下地材になる安い材料なんですけど、今回はご予算のこともあってですね、普段は表に出さないような材料なんですけど、それを使って作ることにしたわけです。で、これ上はですね、これベッドになっています。これお子様用のサイズではなくて標準的なベッドのサイズにしておりますので、大人が寝ても全然大丈夫です。それから下は主に収納として使っていただこうと思ってるんですけど、実はこの格子の間にですね、棚板をですね差し込むと、まあ棚が出来上がる。またこのパイプをですね、格子の隙間に差し込むことによってハンガーパイプを作ったりできるわけです。またこの家具は上下に分解できるので、組み合わせが自由で、レイアウトは自由自在なんですね。なので自分たちの使い方をどんどん編み出して楽しみながら使っていただければなと考えています。これで匠の作業は全て終了。三つ子をのびのび育てられるよう苦心した、そのリフォームの全貌をご覧いただきましょう。もともとアパートだった奥さんの実家の2階に暮らす木村さん一家、8年前に待望の子供が誕生したのですが。おはよう、時間です。おはよう、おはよう、おはよう。まさかの三つ子。お母さんも手を焼くわんぱく盛り。朝はトイレの争奪戦。アパート一間では手狭になり、2世帯分を使って生活しているものの、中で行き来はできません。しかも両親が下に住んでいるのに外階段しかないせいで、上り下りが大変。そんな不便を解消し、理想の2世帯住宅を叶えるべく臨んだリフォームの匠、本間孝文。その知恵を尽くしたリフォームの全貌をご覧いただきましょう。1階で暮らす両親世帯の広い玄関、ここがこれからは2世帯7人みんなの玄関。靴箱も大きくなって、これまでみたいに三つ子の靴の置き場に困るなんてこともありません。そしてその先にはガレージの一部を利用して作った木村家念願の内階段が。雨の日はわざわざ傘を差して2階の孫に会いに行っていたおじいちゃんとおばあちゃん、もうそんな苦労もなくなりました。その階段の壁に飾られていたのは三つ子の成長記録。ここを行き来するたび、いろんな思い出がよみがえります。南側に隣家が迫り、日が入りにくく薄暗かった1階のリビングダイニングは、天井を抜いて吹き抜けにしたことで2階の窓から明るい日差しが差し込み、これまで上下に分断されていた2世帯が互いの気配を感じられるようになりました。間仕切りの壁の奥に押し込まれ、完全に光が閉ざされていた1階のキッチンは、
邪魔な壁を取り払って明るく開放的な2世帯共用の対面式キッチンへと大変身。2階にあった2つのキッチンを再利用した食洗機付きの特製ユニット。手元隠しのカウンターにはこんな便利な作業台も。これまでは別々だった2世帯分の食器がちゃんと全部収まるようキッチン周りの収納も充実。しかも食器棚を兼ねたこのカウンターにはなんということでしょう、収納式のテーブルまで。おじいちゃんとおばあちゃん二人きりの食卓がこれからは可愛い孫たちと一緒、七人で囲む食卓に。ずいぶん賑やかになりそうです。踏み台がいるほど大きな段差があった一階のお風呂は床を平らにし、無駄に広かった脱衣所を狭めてその分浴室を広げました。浴槽も大きくなり親子で入ってもゆとりの広さ。以前は一切物をしまう場所がなかった洗面脱衣所にたっぷりの収納を作りつけ、洗面台の下にはお母さんが整理しやすいよう三つ子専用の引き出しも。ずっと親子5人で生活していた201号室、1階のお風呂を共用にしたことで単身者用の小さなユニットバスは撤去。そこにかけられた2世帯をつなぐ内階段を上がった先、かつて食卓に占領されていた場所がゆとりあるリビングに。台所を1階にまとめたことでこれまではなかった家族の安らぎの空間が生まれました。さらに匠が今回のリフォームで最も重要と考えていたのが必要のなくなったこの台所の使い道。アイロンがけや裁縫、三つ子の荷物の整理などお母さんが何にでも使える家事室に一新。容量たっぷりの引き出しや釣り戸棚を配し、家事に関わる様々な道具を何がどこにあるか分かりやすくしまえるようデザインしました。ミニシンクとキャビネットは以前のキッチンのものを再利用。目の前の戸棚の扉には鏡もついているので朝晩の洗面所代わりにもなります。また日々子育てに追われるお母さんのためにリフレッシュも必要と、匠は長さ2メートル50センチもある作業台にドレッサーの機能まで備えました。対面する壁も一面が収納。マグネット式のホワイトボードの下にはまさやくん、こうやくん、しゅうやくん3人の専用ボックスが。去年小学校に上がったもののまだ勉強机を持っていなかった3兄弟、匠は床を抜いて吹き抜けを作った場所に三つ子のための勉強スペースを用意。三人並んで勉強しながら下を覗くと、そこにはいつでも優しいおじいちゃんとおばあちゃんがいます。明るい日が差すその勉強スペースの後ろはかつて物置部屋になっていた和室がきれいになって新たな夫婦の寝室に。大きな収納はかつてトイレだった場所。大変身を遂げた201号室の隣、外廊下で行き来するのが面倒でほとんど空き家状態だった202号室は初めて隣とつながり、
子供部屋になりました。大きな木枠を三段重ねにした家具を三つ並べて置いただけの広々とした空間。匠が三つ子のためにデザインした特製のロフトベッド、格子の柵に棚をかけたりパイプを渡したりと使い方は自由自在。楽しみながら整理整頓できます。木枠を重ねただけのシンプルな作りでベッドと収納部分を分けて使うことも可能。3人が大きくなってそれぞれプライベートな空間が欲しくなった時には勉強机としても使えるこの収納を間仕切り代わりにして部屋を分けることもできます。これからの三つ子の成長と家族の生活スタイルの変化に対応できるよう考え抜いた匠のリフォーム、なんとか無事予算内に収まりました。果たしてみんなは喜んでくれるでしょうか。この日三つ子の兄弟と両親、そしておじいちゃんおばあちゃん、木村家の一家7人が揃って久しぶりに我が家に帰ってきました。そうだよ、もう一回。どれ、うわあらー、わーすごい、おはようもあるよ、わーすげー、あらすごいすごいよ、みんな、うわー思い出の写真だ、おおもうお風呂入ったらここで着替えて2階に上がっていける。あーお風呂広いよ、ちょっと、そうだーでー、あ気持ちいいな、3人入ってる間こう横でこう使いながら見れる。うわうわーすげー、すごい、なんか明るいんじゃないの、明るいわ、本当にうわーすごい、ほらいや、すごいシンクだね、これ、まあ、なんか蛇口まで、これ実はですね、はい、下ってなんか見覚えないですか、その下のキャビネットっていうんですけど、この棚、これね、実はね、昔のやつ再利用したんですよ。2階の2つのやつをバラバラにして、あ、それをまとめて再利用して、すごい、そういうの考えつかない、あー楽じゃん、うわーすごい、お母さんのこれ見て、お部屋まで来た、あらなんだや、あらー、うん、ずいぶんいいな、おーちょっと見て、これまた出てきた、すごい、おー20、これ下の箱も実はキャスターついてますけど、それも再利用、あこれも、あ本当だ、なんか出てきた、そうそうそう、釣り戸棚、そうなん、いつもごちゃごちゃにプリントも何もかにもごちゃごちゃだったので、あこれですっかり一人ずつ分けられるね、収納が一番本当に悩んでたので、うん、ひとまとめにしてもらって、できないことよこれ本当に、そうないもの、あら何これ、うわすごい、ご飯だけ、楽しい、あらどうもお母ちゃん、お世話様です、こんなによくしてもらってもみんな感動してました、最大限その楽しめるようにですね、設計した作りで、今度はご家族7人で明るく楽しんで生活していただければと思います。見てる通り子供たちも大変喜んでありがとうございましたね、ここまでやってくれて少しでも長生きしたいと思いますまだまだですよ、子供がまだ小さいですからね。これまで1階と2階に分断され不便な暮らしを強いられてきた木村家の親子2世帯、
5人家族と2人家族合わせて7人家族、そんな足し算以上の心のゆとり、そして大きな絆を手に入れたようです。すごいですね。素晴らしいですね。工夫聞かせましたね、これね。いや、感動しちゃいました。なんか感動します。ビフォーアフターの映像があんなに長く続くと思わなかったです、うん、あ、ここもここもみたいな、はい、そう、本当にあのもう違うお家になったぐらい変わりましたよね。全部ほとんど違いますね、うん、しかも本当にね、あのいろんなアイデアが詰まってて、あの鏡になったりとか、あのテーブルがまた出てきたりとか、特にお子さんたちのあの部屋嬉しいでしょうね。正解でしたね。はい、素晴らしい。ベッドになったやつ、ね、収納なんですね、はい、誰がまたバラバラになるじゃないですか、うん、あれね、いろんな、あれ面白い、ね、はい、好きなようにできますもんね。やっぱり自分たちの好きにしていい空間があるってすごく嬉しいですよ、小さい頃って、うん、今日驚きました、あの9つあれが出てきたのに。いや、びっくりした。あんな入るわけないわと思ったら、さすがに初めて見ました。初めて見ましたね。次回のビフォーアフターは、大切な家族が戻ってこられない家、脳梗塞で倒れ施設でリハビリを続ける息子が帰ってくるのを2年もの間ずっと一人で待ち続けた母、やっと帰宅が叶った兄を実家の母と共に支えようと、これから始まる介護生活を手助けするため妹一家も同居を決意。しかしその家はあまりにも狭く、車椅子で帰ってくる兄はもちろん、家族6人で暮らすことなど夢のまた夢。そこに再びあの匠が立ち上がりました。狭小そして介護、匠にとっても難しいリフォームになりました。